はい、皆さんこんにちは。心療内科医竹尾がお送りする心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。今日の話題はこれですね。一人でできる心理療法トップ3ということで、心理療法を一人でできるって皆さんご存知でしたかね。これを3つご紹介したいと思います。世の中にはですね、心理療法って数限りなくあるんですね。一説によると500種類ぐらいあるというふうに言われたりもするんですけれども、心理療法にはですね、このカウンセラーとか、あるいは精神科医の先生、心療内科医など他の人が必要というふうに思われがちなんですね。で、これはどうしても心理療法というとカウンセリングのイメージが強いというのがあると思います。ただですね、お一人でできる心理療法っていうのもあるんですね。なので今日はこれを3つご紹介していきたいというふうに思います。ちなみにですね、ちょっと簡単に自己紹介させていただくと、私は心療内科医竹尾と申しまして、医師歴十数年ですね。資格としては心療内科の専門医と総合内科の専門医を持っておりまして、実は心療内科というのは精神科とは全く別の診療科なんですね。ストレスに関連する体の病気、こういったことを心身症というふうに言うんですけれども、これを専門に見る診療科になっております。で、YouTube 上唯一のチャンネルになっておりますので、もしよろしければチャンネル登録をして、これからの動画を見ていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、本題戻りますけれども、お一人でできる心理療法、まず第3位ですね。第3位は、じゃん、これですね。行動療法、認知行動療法、この、まあ、いずれかですね。で、これはですね、ちょっと別な動画でも解説しましたけれども、まあ、お一人でできます。ただしですね、これ、ワークブックとかが必要で、定期的にこの、まあ、宿題みたいな感じですね。宿題みたいな感じで、心理師さんとか、そういう、まあ、ペース配分してくださる方はですね、まあ、我々心療内科医もそうですけれども、こういった、まあ、次までにはこの課題をやっていきましょうよっていうみたいな、そんな感じの課題が毎回出てきたりします。ただその間はですね、特にこうカウンセラーの先生とか心理師の先生とか精神科医、心療内科医が必要っていうわけではなくって、ご自身で、このどういう工夫をやっていくかとかですね、あるいはワークをやっていただくっていう、そんな感じになりますので、お一人でもできたりします。はい、というわけで2つ目ですね、お一人でできる心理療法第2位は、じゃん、これですね。マインドフルネスですね。マインドフルネス、今もう全盛時代というか、まあ、マインドフルネスについて聞かない日はないというぐらい、まあ、我々の中でもトピックなんですけれども、これは、まあ、かなり、お一人でできる範囲が広い、心理療法の一つになります。で、マインドフルネスの技法って実は非常に様々ありまして、このチャンネルでも何個かマインドフルネスの技法をご紹介してますけれども、どの技法が合うかいいかっていうのは結構個人差があるんですよね。なので、ただ、まあ、一つのマインドフルネスだけではなくて、いろんなマインドフルネスを試してみて、で、自分に合ったマインドフルネスを見つけていただくのがいいかなというふうに思います。はい、というわけで3つ目ですね、お一人でできる心理療法第1位は、これですね、自立訓練法鉄板ですね。自立訓練法っていう心理療法を初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この実はチャンネルでは自立訓練法の動画3本4本ぐらい上げています。で、自立訓練法を実際にやったことがなくてもですね、できるような動画をアップしてますので、ぜひ、関連動画のところからご覧いただきたいなというふうに思います。本当に、1日3分を1日2回ぐらいだけでいいですし、それを継続していただくと本当に効果が出ます。嘘ではないんで、ぜひ、騙されたと思って試してみてください。はい、というわけで本日のまとめですね、お一人でできる心理療法は3つ、認知行動療法、マインドフルネス、自立訓練法、この3つをご紹介させていただきました。何かの参考になれば幸いです。今日の動画が良かったということであれば、いいね、あとシェアとかですね、応援よろしくお願いいたします。あと、こんな心理療法はどうですかっていう質問とかですね、はコメント欄でいただけたらなというふうに思います。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。